そのパーキンソン症候群っていう診断を受けたんですよね。何年前ですか。2、3年前。左手が動かせづらいっていうんですか。ああ、笛は取れたんですけど、笛は取れたんですけど、歩くのが分かってますね。右手は振れるけど、左は振ってない。振れないですね。これでも辛いです。それで辛いわけ。後ろ、これ右手は後ろでしょ。こっち左は後ろ行かないね。行かないです。行かないね。もう一回ここ座ってで手振ってこれ後ろ行くよね。行きますね。行くよね。じゃあ手を下ろしてでここ座って、はい、もうちょっと前振ってどう、まあ、ちょっと触れてるよね。触れてますね。触れてるよね。左の直径のくめかみが 1、2、3割、甲状腺が1割、右の副腎1割、左の副腎 1.5。 これ以外心臓があるって。心臓が 1.5、 左の肺 1だって。最近ね、会社の方からも仕事は何ですか。私は営業の仕事をしてたんですけど、うん、でもともとほとんど目が大きいじゃないですか、うん、目が大きいんですけれども、その表情がないからっていうことで、ちょっと印象があまり良くないって言われて。営業にはね、営業にはね、うん、営業だから表情は良かった方良かったはれたんですよね。そういう感じだもんね、うん、全体的にこう、まず全体的に暗い顔になってるかな、うん、なんですけど、それは一つはむくみがある。顔のむくみ、顔のむくみは長距離骨だってむくみがあるのと、それから表情筋が1割しか来てないって。神経がね、表情筋が1割で、表情筋は左の副腎だって。右手でここ触ってで顔見て、で顔見て、で顔色を作ってみて、動かしたりして、お母さん見てみて。ああ、いい顔。いい顔でしょ、うん、どうですね。いい顔だったよね、うん、まあいい顔じゃない。そうですね、まあ、顔がちょっと細くなったよね、うん、って話見て。お、今変わったでしょ。どう、でもう一回触って、違う違うよね。違いますね。違うよね。違う違う。ほっこりが出ないもんね、今まで。ああね。ああ、って話して。ああ、突然にふーっと落ちてくるもんね。ああ、そうなんだ。左の副腎が5割だって。あと右の副腎もだって。こう。もう少し。もう後ろ後ろ後ろ、もっと後ろ、もっと後ろ。こう。で、表情。笑えるもんね。ここ今まで笑顔出ない。ここ笑顔出ない。ここはい本当そう、柔らかい顔になってるね。え、本当表情ね、柔らかい。どう、自分でですね、うん、いい表情だよね。そういう表情出たらいいのね。いつももっと顔動かしてみて、入れろ口も口も、うん、そう動けたら、ね、今動きいいでしょ。そうですね。で手パッと離して動かしてみて。あ、いや、見た。両座って。で笑って。あ、もっといいじゃない。すごいわ。もっといいよね。じゃあここ座って、ここ座って、両方。
で手離して、あいやこういやこう触って、で普通の顔してみて。今もっといいじゃない？ねえ、そうですね。顔作りやすいでよ。そこなんだね。うまいこと。はい、右大あ中足骨右失礼しました。大四中足骨 AM 内側 IM5B 表情作って、はい、おおおおお母さん見てみて、いい顔してんじゃん。ああいい、もうちょっと、ああ本当やな。そう、いつもその表情してたらすごいよね。営業できんじゃん、その顔してたら。そう、いけるわ。顔見てみて。そうですね。いいでしょ。いい顔、いい顔。いいよね、いつもそういう顔してたら。意識して、この笑顔ね。できるそんな顔、普段。わかりました、ね、ちょっとやるようにします。うん、そうだよね。鏡見て。ね、薬はなくなったね。本当、吸ってあるのなくなったね。左手も振ってるね。すごい。もうすごいすごい。どう？ああ、これはありますね。これは痛み。痛みはないです。ない。で手を後ろに左で。手を振れる、振れるね。私はパーキンソンが治ると思ってはいないんですよ。ただ日常生活の中でちょっとでも楽になればなと、そうです、ね、って思うわけですよ。だからパーキンソンがまだどんな病気かよく分かってないわけだから、うん、治すとかいう考えじゃなくて少しでも楽になればなということで協力できればと思ってるわけ。今まであんまり悪いことがなかったんですけど、うん、笑えるようになりましたね。よかったね。どうしても難しい顔になっちゃうんですね。でも優しい顔ですよね。うん、自然な顔になってますね。すごくあの腕がね、なかなか上がらなかったのは上がるようになったし、すり足もなくなったんで効果はあったかなと思いますね。うん、ありがとうございます。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えられたい、それを世界で